砂ボーイ。皆さんどうもこんばんみ、砂ボーボボです。今回はわん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 、子供も大人もみんな大好きなナポリタンを教えちゃいますよ。わいよ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 わい。ジジ、私が教えるツナボポイントさえ押さえれば、それはもうみたいな感じになりまって、それでは張り切ってどうぞ。今回使う食材はこいつだ。玉ねぎ、ウインナー、ピーマン、マッシュルーム、バター、パスタ。そしてソースにはトマトケチャップ、ウスターソース、乾燥バジル、黒胡椒、これらの食材を使っていきます。それでは早速作っていきましょう。まず玉ねぎ、ウインナー、ピーマン、マッシュルーム、すべて3ミリ程度にカットしまって、まあ大体こんな感じです。はい、おとぎにトマトケチャップ、ウスターソース、黒胡椒をボウルに入れて混ぜ混ぜしまって、はい、そしてレッツテ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 レッツ、早速火にかけていきたいと思いまって。ツナボーイ、今回使うパスタ湯も 1% の塩分濃度でいきまって、タツヤカワゴーイ。はい、茹でてる間に食材を炒めます。まずはじめに中火程度でバターを溶かしまって、そしてここで一つ目のツナボポイント。バターで火入れするときは火加減に注意する。というのも、バターを入れて火を強めすぎてしまうと黒く焦げてしまい、バター特有の焦げ臭さが食材にまとってしまいまって、なので色づきすぎないように注意しながら調理してあげると、バター本来の風味をまとい、それはもうリッチな仕上がりになりまっとよ。よわい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 。はい、そしたら早速やっていきたいと思いまで、バターが全体溶けたらウインナーをピー、ここで黒胡椒で香りもつけてあげまって、火は中火程度でふつふつする火加減です。はい、だいたい色づいてきたので玉ねぎをピー、ここでは塩を振り、浸透圧でしんなりさせやすくしまって、はい、だいたいいい感じになってきたので、おとぎにマッシュルームとピーマンをそっと入れるよ。はい、ここでもちょっち塩をしてあげまって、食材が全体的に炒まったら、ナポリタンソースをいってらっしゃい。うん、いいね、いいね。はい、そしたらここで2つ目のツナボポイント。ナポリタンで使うトマトケチャップは少し煮詰めてあげる。というのも、ナポリタンはケチャップの味が一番前に出てくる料理なので、ソースを一度沸かして3分の1程度煮詰めてあげることで酸味が飛び、コクのあるナポリタンを召し上がれまっとよ。わいよ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 わい。ママ、それでは早速やっていきたいと思います。まず一度沸騰させて食材全体を混ぜ混ぜしまって、このタイミングでバジルを加えてさらに香りをプラスさせるとグッドです。はい、おとぎに茹で汁も少し加えてあげて、
今までこのフライパンについた食材の旨味をヘラでこそいであげてソースの中に落としまって、はい、そしたらパスタを入れまっする。いってらっしゃい。いいね。ここでソースをよく絡ませてあげてください。パスタを煽れないぐらい重いと食べた時になんか口の中あパサつくなってなると思うので、そういう時は茹で汁を少量ずつ加えて伸ばしてあげてください。はい、たったこれだけで完成だ。皆さんもご家庭にある食材で普段より美味しく食べれるナポリタンをぜひ作ってみてください。それでは器に盛りまって、ツナボーイ。ナポリに行った気分だよ。バターで丁寧に調理した食材たちがシャキシャキしてて、後から来るケチャップの香り高い味わいが最高だぜ。みんなもぜひ作ってみてね。今回少しでもにやけたらねるちゃん登録、ボタングッドもよろしくお願いしまって。インスタグラマラスの方でもたまにふざけてるので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。わわわわわわ、お父さん。ツナボーイ、今日の晩ご飯は何かな。ツナボーイ、料理のポイントを教えて。ツナボーイ、初めてカレーを作ろう。ツナボーイ。